はい、皆さんこんにちは、恐るべしシベスターグランドピアノという仰々しいタイトルですけど、シベスターのグランドピアノが届きました。すごいんですよ、やっぱりですね、職人の技術の結晶ですね、それをちょっとお見せしたいと思います。こちらがシベスターの G60 というねグランドピアノになりますね。で、まあ非常に手の込んだこういうところにね紐がついてやったりとか、まあ、雑音がしないようにね、まあ、そういうところあるんですけど、ちょっと下に潜り込んできみますね。いいですか、これです。暗いですけどね、ちょっとよく見てくださいね。これが響板です。赤エゾマツのね、すごい目が詰まってるでしょこれね。そしてですね、この響棒っていうね、音を伝導させる棒があるんですね。こういう響板のね棒があるんですけども、この棒のところに打ち込むのは普通ね、ネジ、金属のネジを打ち込むんですけど、木材をですね、打ち込んでですね、金属と接触させないという、金属と木をくっつけるので、木と木を結合させるのに木を使うという、こういう作り方してある。全部これ見てください。これそしてこの響板とフレームをつなぐところも木を使ってます。これすごいですよ。これこんなん見た初めてです私ね。こういう風に素晴らしいですね。そしてシベスターのこの足のところもちょっとね、これシベスターさんに電話して聞いたんです。これ一体何ですかと。これ動くんですよ。これ何かなというと、足のところはやっぱりエネルギーがかかってですね、ペダルにねぐらぐら動くので、それを安定させるために、木のところで安定させるためにこれをグッと止めると、止めてやると、両側にねこっちもあります。こういう風にしてやるということですね。ものすごいですね、この素晴らしい職人の手作りピアノということでね、今下に潜り込みましたけども、よいしょ、はい、はい。そしてね、もうついさっき届いたばっかりなんですけども、音なんですよ。音すごいですよこれ。この鳴り方スタインウェイかなと思うぐらい、この鳴り方ですね、ちょっと体験できないぐらい、ここ近年では体験できなかったようなこういう音色ですね。伸びますね、優しい音も自由自在。このシュベスターグランドピアノ、どなたのところにお読みに行くんでしょうか。楽しみですね、なかなか手に入りませんよ。どうぞよろしくお願いいたします。それではさよなら。